思い出したんですけどですね、このスレッガーローっていう人はですね、あの、実はあの、超軸要塞マクロスに出てくるですね、あの、ロイ・フォッカーっていう人覚えてますかバルキリーに乗ってたですね、まあ、先輩のパイロットで、主人公のですね、一条光るの、まあ、先輩先輩って言われた人で、腕の立つパイロット。でも酒を飲んでオンラインだらしない。ロイ・フォッカーはですね、この、 あの、スレッガーローがですね、モデルなんですね。機動戦士ガンダムがもう本当に痛い子供みたいに好きだったですね。川森、川森正がですね、<laughs> 自分のマクロスを作るときに、あの、スレッガーローみたいなやつは、もっとこんなやつだ、本当は酒飲んで、こんなやつだ、こんなやつだというふうにイメージして作ったのがですね、そのロイ・フォッカーで。で、じゃあそのロイ・フォッカーとか、あの、 スレッガーローの大元のモデルは何なのかっていうと、これも後に川森くんが言ってるんですけどもですね、実はチャック・イガーなんですね、ライトスタッフに出てきたですね、世界で初めて音速を突破した男、チャック・イェーガー。あの彼のその無来な雰囲気で、無口で無骨な感じですか で、割とあの奥さんを大事にする感じっていうのがですね。でも飛行機に乗るときはなんかすごい天才的なパイロットだったっていうのがですね。す、ま、べ、あ、てその着衣が元になってロイ・フォッカー。で、その間にですね、スレッガーローさんがいるというですね。こんな感じでですね、そのオタクのお兄さんたちというかですね、クリエイターたちのですね、イメージ元を辿っていくのもまあちょっと楽しいなと思いました。